そのむさなずのまつげ、え、昨日のさファーストテイク見た？あの私たちさチャットのコメントめっちゃコメントしてたんだけどさ、コメントの流れが早すぎて多分みんな絶対気づかなかったと思うんだけど、多分一人一人ね多分4つぐらいめっちゃたくさんコメントしたんですよ、リアルタイムで。私書いたよ、さなつんのまつげ綺麗、ここのハモがうますぎみたいな。バイイオ、そうバイイオでね、いっぱいねまつげ綺麗って言った。あれめっちゃ綺麗じゃない、うん、芸術作品かと思った。マイカの横顔もめっちゃ綺麗だしさ、なんか節目が似合う、なんかさなつんもマイカも。あ、そうそう、真ん中、私がね真ん中だったんですけど、あのあれマジで深い意味なくって、全く言っていいんかな、あの聞き顔の問題だったんです。あ、そうそう、話してたらよかった。あれ聞き顔の問題で、もともとマイクが真ん中だったんだけど、その撮られるカメラの位置が真ん中だと右からなっちゃって、あ、これは左です、左からになっちゃって、マイクは聞き顔右で私が聞き顔左だから交換しようってなった。そう、やっぱファーストテイクさんだから可愛く映りたいっていう、だから立ち位置に全く何の意味もないです、すいません。可愛く映りたいじゃない、ちょっとでも長く、ちょっとでも自信のある方が映りたいから、だからそうしようって、だから前川大丈夫、真ん中じゃなくてって、大丈夫ってなったから後悔しました。あ、ねえ、確かに立ち位置的に知らんけどのなんかメンツで、で私も真ん中だったから知らんけど歌うんかなって言ってる方たくさんいて、いや、そうだよね、そうなるよねって思った。